はい、ごちそうさまでした。はい、すごいお腹のおっさんの勝手に食レポ感想コーナーで、こんなコーナーを勝手に作っちゃっていいんでしょうか。今回は、イオンさんで、うなぎもどきですね。なんて言うんだろうな、うなじど長持ちパック、1個198円見えますか。198円、2個でね396円、1個198円なんです。これを買って食べました。ですね、今日はね、これはね、本当はね、うなぎを買いたかったんですよ、この日に。でもね、うなぎ買おうと思ったらなんか1580円で売ってまして、ちょっと手が出なかったんで、まあいいや、うなぎの食べる気分だけでも思おうと思いまして買いました。で、今現に食べてみました。うな丼みたいにして、はい、じゃあそれの感想を言わせていただきます。はい、じゃあ感想は、まず三塩とタレだけはうなぎです。それ以外は匂いもうなぎの匂いです。それ以外は諦めてください。食べた気分になってください。これですね。うなぎのタレはご飯にかけて食べると本当うなぎの味はします。だけどかば焼きは、これはね、おそらくね、魚のすり身をね、かば焼き風に作ってるんで、これはね、当然うなぎにはね、かなうものはないんで、ここは諦めてもらって、ちょっとした気分だけ味わいたかったら、これですね。っていうのが、すごいお腹のカッソン、カッソンじゃねえや、感想です。それでは今回も、簡単な食レポですけど、一応すごいお腹のおっさん、今回のうな児童は、安く、うなぎを、味わった気分です。ご飯にタレだけかけると、これ山椒ではまさにうな丼ですね。だから気持ちだけ味わうためには、これを一度お試しください。それではまた。